皆さんこんにちは。今回はタイムズカーシェアのマツダ CX-5 を紹介します。グレードは 20S スマートエディションになります。この車両はミドルクラスの料金でレンタルすることができます。この動画ではマツダ CX-5 の外装デザインや内装デザイン、実際の使い勝手について紹介していきます。それではスタートです。デザインはこんな感じになっています。グリルを近くで見てみるとピアノブロックのかなり立体的なデザインとなっています。真下にはメッキがついています。フロントにあるエンブレムは動画では伝わりづらいですがかなりサイズが大きいです。私の手のひらでサイズを比べてみるとこんな感じです。下の部分は樹脂となっています。フォグライトはついていないみたいです。フロントライトを紹介します。スモールオン、ライトオン、ハイビーム、ハザード、ライトはすべて LED です。サイドはこんな感じになっています。フロントバンパーの樹脂がサイド側にもつながっているようなデザインとなっています。窓の下にはメッキの装飾がついています。ミドルサイズの SUV で車体が大きい上にタイヤの周りが樹脂となっているのでより車高が高く大きく見えるようなデザインとなっています。タイヤの前方を見てみるとこちらに小さなドレーケがついています。タイヤホイールデザインはこんな感じです。ホイールはマツダ純正となっています。タイヤのサイズは225の 65R17 となっています。リアはこんな感じになっています。車体が大きいだけあってどっしりと構えたような顔つきとなっています。リアのライトを近くで見てみると中は結構立体的なデザインとなっています。横から見てみるとリアガラスは少しだけ出ていてサイズの割にはリアガラスが小さく感じます。リアのライトを紹介します。ライトオン、ブレーキオン、ハザード、リバース、ライトはすべて LED です。鍵の開け閉めについてですが開け閉めは主にリモコンキーの操作のみとなっています。下のボタンで鍵を開けて上のボタンで鍵を閉められます。ドアノブにタッチセンサーのようなものは特にないので開け閉めの時は毎回鍵を取り出す必要があります。荷室の後ろにも特に鍵の開け閉めをするボタンや開けようとしても鍵が自動的に開いたりはしないのでリモコンキーは毎回取り出す必要があります。ダッシュボード周りは固めの革のような素材となっています。近くで見てみるとステッチがついているのがわかります。メーターのフードの部分も柔らかい革の素材となっています。中央は艶消しのシルバーになっています。エアコンの吹き出し口の周りやスタートスイッチの周りはメッキになっています。ドア内側についてはほとんどの素材が固めの革となっています。ドア内側の上の部分はステッチがついています。こちらは艶消しのシルバーとなっていてドアレバーについては少し光沢のあるメッキとなっています。窓のスイッチ周りはピアノブラックとなっています。窓のスイッチについては運転席がオートパワーウィンドウなのはもちろんですが他の座席もオートパワーウィンドウとなっています。夜のインパネはこんな感じです。シフトレバーやナビの操作周り、エアコンやステアリング、メーターの文字やアイコンは全て白色に点灯しています。フロントシートデザインはこんな感じになっています。素材は全てファブリック素材となっています。シートのクッション性についてですが背面座面ともにしっかりと弾力があります。両側には固めのサポートがついています。運転席前後の位置調節は足元のレバーでできます。高さの調節はこちらのレバー、リクライニングの角度はこちらのレバーで調節ができます。助手席側のシート調節は前後の位置調節とリクライニング角度の調節ができます。ステアリングの素材は革となっています。近くで見てみるとステッチがついています。左側はオーディオや電話関連のスイッチとなっています。右側はクルーズコントロールのスイッチとなっています。ステアリングの位置調節については上下の調節と前後の調節も可能となっています。ウィンカーレバーは軽く左右に動かすと3回だけウィンカーが点灯します。奥まで動かすと通常のウィンカーとなります。ライトは基本的にオートライトとなっています。もし駐車場なのでライトを一旦オフにしたい場合は手前の方向に1秒間レバーを回します。サイドをオンにしたい場合はスイッチを奥に回してライトをオンにします。ワイパーレバーは一般的なワイパーの操作となっています。
一定時間おきにワイパーを動かす場合はこちらのダイヤルで時間を調節することができます。リアのワイパーを動かすとこんな感じです。サイズは十分かと思います。メーター画面については中央と左側は針となっていて、右側はブレーキショーの画面となっています。ステーリング左側にあるインフォメーションのボタンを押すとこのように画面の切り替えをすることができます。画面の切り替え状態によっては水温計は非表示になるみたいです。給油残量のメーターは常に表示されるみたいです。運転席のサンバイザーについては鏡とチケットホルダー、そしてライトも装備されています。豆球になっています。助手席側は鏡とライトのみ装備されています。天井のライトは LED となっています。ガラスの部分に直接触れれば左右それぞれ点灯ができます。こちらのスイッチではオンオフとドア連動になっています。手前には SOS ボタン、奥にはサングラスホルダーが用意されています。バックミラーについてですが、枠の部分が思ったよりも分厚いなと少し感じました。中央にレバーなどはないので防眩ミラーの切り替えなどはないみたいです。カーナビについてはタッチパネルで操作をするのではなく、シフトレバー手前にあるコマンダーで操作する形になっています。こちらのダイヤルを回すことで選択項目を移動させることができます。ナビに切り替えたいときはナビまでカーソルを移動させて中央をタップすることで決定ができます。ホームに戻りたいときはホームのマークを押します。またオーディオやナビの画面についてはこちらのショートカットの画面を使用して切り替えることができます。横には音量の調節のダイヤルがついています。ナビ画面からディスプレイオーディオに画面を切り替えたいときは画面右側に下矢印のような目印が表示されています。実際にコマンダーを下側に動かすことで切り替えができます。ナビ画面と同様にコマンダーで操作をする必要があるので Google マップを使うときには画面のタッチができないので少し操作がしづらい印象はあります。画面の動きは結構滑らかだと思います。ディスプレイオーディオの画面から元のマツダのナビの画面に戻りたいときはマツダのマークを選択すると元に戻ります。オーディオに関してですが、左右の A ピラーの根元にはツイーターが装備されています。エアコンパネルは物流ボタンとダイヤルの操作になっています。ダイヤルはかなりキレがあって感触は結構いいです。左右独立で温度を調節することができます。エアコンパネル真上のこちらの黒いバーの部分についてですが、他の座席のシートベルトの警告が表示される部分となっています。エアコンパネル真下にはアクセサリーソケットが一つ用意されています。中央には幅の広めなアームレストが用意されています。こちらのソフトパッドについてはドア内側の非常置きと同じような素材が使われています。前後のスライドはできないみたいです。開けてみると USB が2口とアクセサリーソケットが用意されています。ハザードスイッチはエアコン吹き出し口の間に配置されています。運転席から前かがみにならなくても手を伸ばしやすい場所に配置されています。スイッチは縦長の四角形となっているので運転中体が少しブレている状態でもスイッチは押しやすいかと思います。シフトレバーはストレート式になっています。グリップの部分は硬い革のような素材になっています。P と R の部分にはしっかりと距離があるので切り替えがしやすいかと思います。バックモニターはサイズがかなり大きくて画質もかなりいいです。ガイド線についてはステアリングの向きと連動します。右に通すとマニュアルモードになります。パーキングブレーキは電子式となっています。オートホールドもついています。シフトレバーの隣にはスポーツモードの切り替えスイッチがあります。下に下げればノーマルモードに戻ります。運転席からの視界はこんな感じになっています。前方についてはボンネットが出ているので前との距離感をつかむのは少し難しいかもしれません。狭い道ではパーキングセンサーを頼りにする感じになるかと思います。右側についてはサイドミラーと A ピラーの間には隙間が設けられているので視界は広いのですが、 A ピラーは思ったよりも角が立っていて少し圧迫感は感じるかと思います。あとピラー自体かなり寝ているので交差点を曲がるときは死角が少し多いかもしれません。左側もサイドミラーと A ピラーの間には隙間が設けられていますが、 A ピラーがかなり寝ているので視界が少し狭く感じます。サイドミラーは横幅縦幅ともに十分に大きさがあると思います。
視界はかなり広く確保できると思います。運転席右下にはカメラビューの切り替えボタンがついています。実際に押してみると車両左側の映像が表示されます。狭い道で車を左側に寄せるときに活用できるかと思います。ルームミラーで後ろを見てみるとリアガラスが寝ている影響で視界はかなり狭く感じます。ミラーの大きさ自体は十分かと思います。左斜め後方の景色はこんな感じになっています。後席ドアのガラスは十分大きいですし、さらに後ろにも小さな三角窓が設けられているので視界は確保できていますし、明るさが結構あると思います。ペダルレイアウトはこんな感じになっています。アクセルペダルについてはオルガン式になっています。ブレーキペダルとアクセルペダルには適度に距離があります。ペダルの切り替えはしやすいかと思います。左側にフットレストはありますが、カバーのようなものは特にないみたいです。急行のレバーについては運転席の右下に配置されています。私が過去に利用したマツダ3や CX-30 のようなプッシュ式の給油口ではないみたいです。前席周りの収納を見ていきます。運転席にはボトルを斜めに収納できるドリンクホルダーと小物を収納できそうな広いスペースが用意されています。助手席側も同じように斜めに収納できるドリンクホルダーと小物を入れる収納スペースが用意されています。天井にはサングラスホルダーが用意されています。シフトレバーの前には小物が置けるスペースが用意されています。ナビ操作をするコマンダーの手前にはドリンクホルダーが2つ用意されています。紙カップの飲み物を収納してもぐらつきにくいように爪が用意されています。中央アームレストにはかなり深めな収納スペースが用意されています。助手席前にはグローブボックスが用意されています。車内で備え付けの車検証を入れると薄い小物であればまた収納はできるかと思います。それでは後部座席を見ていきます。ドアの内側については前席と同じように革の素材や艶消しのシルバー、メッキのドアレバーとなっています。ウィンドウスイッチの周りも前席と同じようにピアノブラックとなっています。窓を一番下まで下げてみるとこんな感じです。8割ぐらいのところまで窓が開きます。スイッチについてはオートパワーウィンドウになっています。後部座席のシートはこんな感じになっています。前席と同じように素材は全てファブリックとなっています。背もたれや座面のクッション性については前席と同じようにしっかりとボリューミーな感じになっています。柔らかすぎて腰が痛くなるような感触はないかと思います。シートのリクライニングについては1段階後ろに倒すことができます。右側が一番起こした角度、左側が一番寝ている角度になります。肩のレバーを動かすときに注意点があって、シートがすぐ前側に倒れるようなバネな動きになっているので、肩のレバーを上げるときはシートをしっかりと押さえた状態で動かしましょう。バネのような構造になっていることについて後ほど紹介しますが、荷室側から後部座席を倒しやすいように別のレバーが用意されているのでバネのような構造になっているのかと思います。ちなみに左右の座席に肩のレバーが用意されているのはもちろんですが、こちらのシートの分割は4対2対4になるので、こちらのレバーを引っ張ると中央の背面ごと倒れるようになっています。後部座席からの視界はこんな感じになっています。前席の肩の部分は思ったよりも盛り上がっていないので視界が遮られるような感じはあまりないかと思います。窓側についてはドアガラスのサイズがかなり大きいのと、後ろに三角窓が用意されているので視界が広いですし、室内は明るいのであまり圧迫感を感じることはないかと思います。運転席は私の身長160センチのシートポジションに合わせています。足元の広さはだいたいこんな感じです。拳で測るとだいたい 2.5 個分くらいの間隔が空いています。シート下に足を入れることは可能かと思います。前席シート下は斜めにえぐられたような形になっているので足首の自由は結構あるかと思います。このようにシート下に足を入れて足首を動かしてもシートに足が当たることはないです。足首の自由が結構効くので圧迫感はあまり感じないかと思います。中央の座席については左右の座席に比べて少し座面は短めになっています。実際に座ってみると座面が短いおかげで足を割と内側に寄せやすいかと思います。先端コンソールと座面の下の部分はあまり隙間がないので足を縦に置くことは難しいかと思います。ルームライトについては手動でオンオフすることができます。ドア連動でも点灯します。中央には後部座席用のエアコンが用意されています。ルーバーの持ち手の部分や周りはメッキの箇所となっていて上質感があります。
シート中央にはアームレストが装備されています。途中で1段階止まるような感じになっています。こちらの蓋を開けてみるとスマートフォンを置けるような浅めのトレーになっています。スマートフォンを置いても傷つかないような柔らかい素材になっています。こちら側から見てみると USB のタイプ A が2口用意されています。後部座席周りの収納を見ていきます。後部座席のドアにはドリンクホルダーが1つ用意されています。こちらはボトルを斜めに収納する形となっているのでペットボトルのような蓋のある飲み物が収納できるような形となっています。反対側のドアも同じようにペットボトルなどのドリンクを収納できるポケットがあります。運転席と助手席の後ろにはそれぞれシートポケットが用意されています。アームレストにはドリンクホルダーが2つ用意されています。紙コップなどを置いてもぐらつきにくいようにシリコンのヘラのようなものがついています。こちらには浅くて細い収納がありスマートフォンを収納できるかと思います。こちらは先ほど紹介したように充電しているスマートフォンを置くことができるスペースが用意されています。荷室を見ていきます。ハッチェンのドアレバーはマツダのエンブレムの少し右下に配置されています。ドアを開けた状態で横から見るとこんな感じになっています。ドアの開け閉めをするときにあまり外に張り出すことはないので後ろの車や壁を心配することはあまりないかと思います。ただドアがかなり上に持ち上がるので天井の低いところでハッチのドアを開けるときは注意が必要です。椅子を見てみるとこんな感じです。奥行きはかなり広いかと思います。タイヤハウスの真後ろにも収納スペースが両側用意されています。右側にはアクセサリーソケットが用意されています。スノーライトについてはドアの裏側についています。ボードを持ち上げてみると下にはかなり広い収納スペースが用意されています。スペアタイヤが入るスペースで広いです。三角表示板やカーシェア付属品のコロコロを収納している状態ですがそれでもスペースはかなり余っています。こちらのボードについては前と後ろでは分離しています。片手で持ち上げてみるとかなり重いので両手で持ち上げることをお勧めします。かなり分厚いので防音性をしっかりと考慮した作りになっているのかと思います。荷室のスペースをさらに拡張したいときは両側シートの肩のレバーや中央の紐を引っ張ることでシートを倒すことができますが荷室側に専用のレバーが用意されています。右側のレバーを倒せば右側のシートが倒れます。左側は2つ用意されていて中央と左側をそれぞれ倒せるようになっています。前席を後ろ側に移動させていると後席の頭の部分が使えてしまうので注意が必要です。左側のシートと中央の部分を同時に倒したい場合は最初から左側のシートのみを引けば一緒に倒れます。シート背面を全て倒してみると椅子容量はかなり広くなるかと思います。横から見てみると少しだけ上り勾配にはなっていますがほとんどフルフラットに近いかと思います。これぐらいの広さと平坦さがあれば車中泊ができるかと思います。倒した状態から元に戻すときについてですが中央の部分は後席シートに引っ掛ける形になっているのでしっかりと押し込まないと固定ができないです。そのまま持ち上げるとアームレストはこんな感じで斜めになっているので元に戻しましょう。シートはそのまま持ち上げると一番背もたれを起こした状態で固定されます。中央と左側のシートを同時に起こしたい場合は左側のシートのみ持ち上げれば一緒に持ち上がります。ドアを閉めるグリップについては右側に用意されています。ドアが結構重いので閉めるときは少し力が必要です。今回の動画は以上となります。皆さんいかがだったでしょうか。過去に紹介させていただいたマツダ3や CX-30 に比べて内装のデザイン差に古さは感じられるところはありましたが使い勝手はかなり良かったです。次回は実際に運転した時の感想について紹介していきます。ご視聴ありがとうございました。